鳥屋の方付近の空中写真。1975年撮影の10枚を合成作成。この画像撮影当時、周囲の公園、各施設等は未整備である。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成鳥屋の方は、新潟県新潟市中央区にある方。栗の木川に合流する一級河川でもある。 新潟駅から2から 3km 南西に位置する。鳥屋の方周辺の公園などに関しては、鳥屋の方公園を参照。新潟市の中心市街地と郊外の水田地帯とで南北に挟まれている地理的要因、及び高度経済成長期にかけての生活排水、農業排水などの流入、周辺地域の下水道網整備の立ち遅れなどによって水質が悪化した。 1971年の公害対策基本法の規定により、水質汚濁にかかる環境基準の累計指定がなされた。昭和50年代には COD の基準値が年平均で2倍を超える数値となるなど、汚染が深刻化、特にヘドロや悪臭の問題が取り沙汰された。その後、新潟市では1980年に、 下水処理場が2カ所新設されるなど下水道網の整備が徐々に進捗し、また市民や行政が積極的に水質改善に取り組んだ結果、2002年に初めて環境基本法の水質基準を達成するなど改善に向かっている。越後平野は品野川と阿賀野川の土砂が堆積してできた中石平野であり、鳥屋の方は越後平野に形成された。 荒廃湿地に残る地表のうち最大のものである。また、新潟砂丘が形成され、排水の障害となったこともこの地域と型の成り立ちに大きく関わっている。鳥屋の型の水面は標高マイナス2.5メートルと海水面より大幅に低く、また、南岸の山形地区から亀田号に至って広大な海抜0メートル地帯が広がっている。これらの地域周辺は、 昭和初期までは地域の言葉で泥田んぼと呼んだ湿田であった。このため現在は西の小山津道水路を経由し、品濃川にポンプで毎秒100トン排水している。これにより周辺の農地の水はけが改善され、関電が保たれている。鳥屋の方の桜鳥屋の方公園に関するものは鳥屋の方公園外部リンクを参照。ありがとうございます。